片山総務大臣。今回 の、 その名古屋市におけます市長と議会との対立というのは、これは地方自治庁の仕組みによりますと、その今おっしゃったように愛知県知事にその、まあ、下駄が預けられるといいますか、そこでその一つの解決がなされるわけです。でそれでも不服であれば、まあ、どちらかか、もしくは双方から裁判所に行って司法で解決をするということになります。でもちろんその過程でその参考意見として総務省でありますとか総務大臣たる私の見解が求められるかもしれませんけれども、それはその時にあのそれに応じてあの私も考え方を申し上げたいと思います。で一つ、まあ、せっかくですからあのお話をしておきますと、先般河村市長来られた時にこれもあの議論になりました、議論といいますか話題になりました。でその時私が申し上げましたのは、その議会というのはその国では国会が国権の最高機関、国の唯一の立法機関にして国権の最高機関であります。でそれは憲法に書いてあります。で自治体ではそういう憲法に書いてあるような国権の最高機関と同じような文言はありませんが、地方自治庁の96条というところにルル、その自治体議会の権限が書いてありまして、そこでは例えば予算でありますとか、それから、税の付加徴収でありますとか、それから決算の承認でありますとか、重要な財産のその売るとか買うとかの承認でありますとか、まあ要するにその自治体の非常に重要なことはすべて議会の権限になっているわけです。ですから議会の権限というのは最大限認められるべきだと私は思います。でそういう観点から見て、その、まあ、直接答えは申し上げませんけれども、その権限を超えているとか違法であるとかということになるのかどうか、そこはよく考えられた方がいいですよって話を申し上げられ、まあげました。じゃあ議会は何でもできるのかということに次になるわけですけど、そこは必ずしもそうではなくて、憲法にはあの自治体には議事機関として議会を置くと書いてあるんです。で議事機関という、まあ、その4文字なんですけど、そこにおのずから制約があるだろう。それは何かというと、議会が行政の執行権にわたるようなことをやる、それはダメですよと。だけど議会が執行権を縛る、例えばさっきおっしゃったように議員を入れろというのは、これは執行権に対する制約を加えるわけでありまして、それはその議事機関としての権限を超えてはいないのではないかというようなことを、私はその時個人的な見解として申し上げておきました。片山さつき君。この件につきましてはですね、まあ、今日あのお越しいただいている政治家である副大臣と、政務官にもちょっとお聞きしたかったんですが、まあ、今回、まあ、地域主権法の中で直接請求、地位を乱用して署名を運動した公務員等について罰則が設けられているんですね。で、まあ、この精神からいくと、まあ、この今回市長が主導して市長の名前を冠した市長の自宅を本拠地とする後援団体が積極的に動いているということがそもそもどうなのかという問題もありますし、さらに現職の菅内閣の政務官である松木健康氏が市長の側の応援に入っていると、まあ、この点に関してはこれちょっと予算委員会でやりたいと思いますが、これはもう内閣を挙げてこういうことを助長しているのかと見られても不思議はないですよね。で当然政務三役会議で横の連絡がなければおかしいけど、まあ、どうもあまりないようですが、あのその辺については次回お伺いしたいと思います。ここで、総務大臣について、総務大臣に、まあ、これはあの過去の話ではございますが、大臣は鳥取県知事時代及びその前後に、数回以上にわたり北朝鮮に渡航されていらっしゃいますね。そしてその際、北朝鮮、まあ、これはあの当時の報道で大臣自身、あの知事自身がお認めになっていらっしゃいますので、そうなのかなと思いますが、そこで、2002年7月31日に、主体思想、チュチェ思想への共鳴者のノートに、鳥取県知事、片山義弘、2002年7月31日と、署名されておられます。で、このチュチェ思想というのは何かというと、キム・ジョンイル体制そのものであります。で、まあ、いろいろと難しいことが書いてありますが、要は民主主義でもなく自由主義でもないということですね。で、これからこの委員会で議論をしていく上で、大臣が民主主義ではなくて、チュチェ思想を信じているということであると、我々は審議には応じられませんので、まあ、前皮を食いて反省していただけるのかどうか。で、そして、まあ、この関連でですがね、外国人参政権問題についていかなるお考えをお持ちなのか、そして各委員会で質問させておりますが、朝鮮学校についての無料化、高校無償化問題の中で朝鮮学校についてまさにチュチェ思想を体現し、拉致問題等についても認めていないというような教育を行っている、朝鮮学校の無料化についてのお考え、
まず、北朝鮮との交流について、それから中朝思想へのお考えについて、それから、外国人参政権問題について、朝鮮学校についてお聞きしたいと思います。